襲われてる、襲われてます。どうも皆様こんにちは。フレンクスチコイン、おちりー、ごめんなさい。フレンクスチコイン、今日はですね、今日はですね、ぽっちゃりとなってしまいました小太郎さんのためにですね、お家の中にドッグランを作ります。ドッグラン行きたいの。行きたいね。ねえ。イエーイ。イエーイ。ドッグラン。ドッグラン。ドッグラン。かわいい子だった。というわけでですね、芝生を用意しました。なので、これからそれを引く作業をしたいと思います。待ってください。顔映すぞ。まあ走ると思うので、その芝生の下にさらにコルクマットを引いてからの芝生にしようと思うんですよ。よし、じゃあ頑張りますか。ではついにあの部屋の封印が解かれる時が来た。はい、持ってて。元気いっぱいだね。いいことだね。お、行くよー。待って。おー、いいよー。あ、これどかしますね。はい、改めまして、ドッグラン元博士の筋トレ部屋。そうです、私の部屋がなくなりました。今の部屋になります。跡形もなく消え去りました。なるようにしてると思います。オッケー。出たね、形。こんなスペースが広がったよ。じゃあ、頑張りますか。はい。おー、これで待とう。お疲れ様でした。じゃあ次、芝ですね。メインの。もっと進化するんだよ。楽しみでしょ。危ないよ。よいしょー。どーん。芝。これもダンスのゲームだ。タンスの弦はね、私たちちょっと結構愛用してるんですよ。確かに、なんかコルクもそうですね。宣伝みたいになってるけど大丈夫。ちょっとアレルギーが出ちゃうからね。フォルムアルデヒドが少ないのを歌ってるタンスの弦がいいと思ったので、こちらを購入しやすいんです。誰ですか？企業の方ですか？おお。おお。芝だ。芝ですね。なんだろうね、これね。これ室内用の人工芝ですね。えい。え、なんでハサミ置いてきたの？ちょっと見てくる。あれあれは逆の方が向いてるっぽい。ね、気持ちいい。ねえ、ふわふわだね。じゃあ引きますか。はい、ここいいね。いいね。いいね。
痛かったらどうしようってちょっと心配だったんだけど、ね、ふかふかだね。ね、気持ちよさそう。よいしょ。こんな感じ。あ、ほんと。かわいい。気持ちいいね。まだ寝てるけど、うん、立ってくるって。へー、すごい。切らなきゃダメだね。あー、どうやって？ハサミ？ハサミがカッターとか言って。おしっこ吸わねって。うん、すごい。ん？あの辺まで行くな。そうだね。カタチ片耳終わってる。カタ。どう？楽しい？楽しいか。えい、やめないよ。こちら。やめないよ、こっち。頑張った、こちら。おー、上等上等。すごいじゃん、これ。こうやってさ、場所がさ、違うとさ、なんか気持ち的にも違うじゃん。確かに。感覚的にさ、歯入ってる。よいしょ。あ、おしっこしてる。歯入ってる。よいしょ。あ、おしっこしてる。おトイレに止まりました。トイレ引かないで。どこどこ？あ、この角っこ。本当だ。多分これ、こういうとこ来ません。やばい、全然わかんないです。どっちかわかんないんだけど、シャワシャワするじゃん。ついてきて私の手に振り返って。どっちかな。手に入れますか？さっきしました。大丈夫ですか？はい、完成でーす。完成でーす。ちょっと比べてみようか。ビフォーアフター。ビフォー確かにしようって言われてるね。アフター。おお、全然違うね、やっぱね。でも前の感じ覚えてないけどさ。気持ちいいね。またそういうとこじゃない。あ、でもなんかこうカメラから通す絵も外にいるみたいな。確かに。でもさ、普段感じた時に全然滑らないよね。ね、これいいね。うん、全部これにするわけにはいかないけどさ、ピシャッとかピシャッて。今回どうだみたいな。うん。もうちょっとなんかいろいろ改良したいけどな。本当だ。部屋一個分とかしないと。俺の部屋なくなったよ。だって本当に楽な部屋ないから。だね、よし。完成。完成した。よし。ちょっとに気に入ったかい。ねえ、楽しい。楽しいね。あ、可愛い。完成するの。完成するの。笑ってる。イエーイ。撮ってみるよということでよろしいですか。飽きた。飽きたの。飽きたの。飽きたの。持ってきて。ベンチ置いたら公園っぽくない？いやいいね、あのベンチを置く、ね、あ、置いてみる。いいね、置いてみよう。持ってくるね。あ、でもこっから見たらまあ公園、あのな、本当に ちっちゃなスタジオって感じ。確かに公園っていうかスタジオっぽいね。うん。